はい、こんにちは。カズボです。ドラゴンクエスト64かなってゲームね。まあ、4の難しいバージョンっていうのかな。でも全然4でも、ね、まあ難しいよね。前回、ちょっと、いろんな奴らがいることが分かったんで、エビルプリストとかバラモスブロスとかね、とんでもないとこにいましたね。びっくりしたね、あれ。ということで、ここだろうな。順番的に。きついけど、なんとか頑張って攻略しましょう。海鳴りの杖とデーモンスピアが起こってたんですよ。まず1階にね。だから、アイテム拾いながら、とりあえず攻略だね。で、ゾンビマスターぐらいしか合ってない。なんかドラケ2になってきてんな。ガンガン行かせていただきましょう。なんだ今のダメージ。オッケー。いやー本当に一回一回が全力ですね。ライアンじゃない方がいいかも。こうなってくるとソロアリーナ、誰だっけ、シンシア、クリフトの方がいいかもね。何？なんか今書いてあったよ。何こいつ回避率高くない？え、なんか回避高いんですけど、この人。まあクリアはできんでしょうね。アイテム結構いいの多分あると思うんですよ。だからそれを取りながら、まず全員使えるのはちょっと大きいかもね。あ、ただのミラー男じゃないんだろうな、これもな。やっぱアリーナに剣持たしてソロで殴るとかの方がいいのかな。無理やりソロを入れなくてもいい。あ、やっちゃった。ほら、あんなとこにラグナウクあんだもん。天空の剣だと思って使っちゃったんだから。自分生き返らせて頼むから。ミラ男じゃねえこれ。とりあえずレベルは上がるでしょうね。宝回収しながら出たり入ったりして。あ、ここになんかあったよ、名前。戻る宝石。あれ、あ、ラグナロク。偉い。クリフト本当に偉い。すっげえ偉い。すごく偉い。そっか、あの人ザラキ使えんだ。ザラキ本当に優秀だね。使え、ザラキ使えよ。しかも山彦だから。山彦ザラキだから。もう攻撃でいいや。十分でしょ。いけ、ザラキ。いやー、踊る宝石ぐらいがちょうどいいね。お金すげえたまんな。これなんかいっぱいお金使うイベントあんのかな。あ、1しか食らえないからいいや。別にドラマの中使う必要ないよ。
悪魔の尻尾ってなんだっけ、これ混乱しないんだっけ。あ、やっぱそんなの使ってバラモスブロスとか。そうだよな、出た、どうしよう。あー、もうマダンテぶっ放したいけど、こんなの出てくると思わなかったな。ちょっとそれはまずいね。天空の剣、攻撃、三河四国、ザラキ、汚そうだな、ザラキ。マルーサ、効かないか、無理か。スクルトかけておいたらよかった。あ、効いた。やめて、何してんの。あ、右は脅威じゃなくなったね。とりあえず左返せばいいや。あ、凍てつく波動あんじゃん。あ、凍てつく波動、そうか、こっち意味ねえか。光の波動か、それ。死が近づいたって。賢者の石アパ持ってなきゃダメだよね。一回出ようか、怖い。ここでやられたらちょっとやだもん。なんか一つのやつはいかないね。死が近づいたって、これ意味がわからん。何これ、いきなり戦闘不能になったりすんの。あー、うぜ、本気でうざい。呪文が使えない。しかも HP 高いからあんまりザオリキやんないでほしいんですけど。全力ゾンビマスター、いけ、よし。まずミイラ男だ。何ここ、マジマジ死が近づいてる。怖っ、なんだここ。やべやべ、リミット使える人いませんか、手を挙げて。あ、いた。いや、もうなんだここ、ちょっと待って、4人で攻略か。まあイムロがあるのがちょっと救いですけどね。はい、第1波終了。第2波行きましょうか。村長のところよりは楽なんかなって気はするけど、お金これやばいな。まあやられたら、さすがに全滅したらリセットですけどね。だからこまめなセーブは大事ですけどね。まさかここまで難易度高いとはな。でもクリアできないレベルではないけど、ね。こっちのレベルもまだ上がるからね。99まで上げてなんぼだもんね。まあ、昔とかもそうだけどね、レベル99まで上げてちょっと頑張れば倒せるっていうね、感じだよね。ただすげえ凶悪なのとかさ、自分知ってるからさ、あの前やった時のやつがいればね、あれもいいんだろうなっていうのが何体かちらほら浮かんでるんですよ。また戦うのやだな。
アリーナ早いんだよね。いやいや、今さら何ですかって感じで、はい、ガンガン行きましょう。あ、強く感じたけど、強いんだけど、もうバイキン、まあ出てくんなもん。バイキンと使ってなんぼだもんね。ああ、あくびが出てくるよ、もう本当に。もうじっくり行きましょうよ。一応ゾンビか、この人。だってこれ、あーでも一番、あーここあれだもんね、ドラケ6のあの最初の塔だもんね。ってことはそんなに対して長くはないはずなんだけど、あ道中もしかしてってのちょっとある。これはクリフト何もやらないの。なんで年次ボールとか、やめてやめてやめて、指導取りとか何やってんのね。なんだ年次ボールって、なんでそんなの使ってくるの、意味がわからんですけど。あーやっちゃった。もうラグダロクの位置よ、もう邪魔だ本当に。ちょっとやり直そう。ここまでカットするね、さすがに。だからやつ間違えちゃうって。だあの位置にあんだもん、すぐにボタン押しちゃうじゃん、あんなの。ああ。MP がゼロになるっていう副作用付きだもんね。意味がわからん、もう。天空の剣使おうと思ってラグナロク使っちゃうんだって、あそこにあると。ああ、このぐらいの強さか。まあ倒せなくはないね。ああ、もう。命大事にとか作戦やるとさ、主人公が間違ったコマンドを入れるとそのまま終わるんだ。だから侵入で自分言ってたのに命令させるようにしてたの。そういうことね。めんどくさかったけど。あんな長期戦でさ、1時間ぐらい戦って40分ぐらいのところでミスったらたまったもんじゃないの。あーってなるよ、ほんと。今よりも大絶叫ですよ。このレベルで来てる時点でちょっとおかしいんだろうな。いけなくはないんだけど、その後辛いよねって話で。なんだ5300って。なんかね、まあ。ザラキ使うよ。オッケー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 。あー、倒せよ。そこまでいったらもう。なんでミスんの？新記録だね。いやーこれバーサーカーあれだね、ザラキで倒してくれるのはちょっと嬉しいね。はないはず。わーお、わー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 、あーもっとやばいのできたな。6、7、8、9、10。
狐だらけだね。やっぱりライアンの破壊的も大事だけどね。一回出ようか。魔術師になったって今更ですかって感じだけど、もう一段上に登ってみよう。これ敵出んのかい。誰、なんか おまけがいる。ドラゴンゾンビ、ちょっと待って、やばいな、これさすがにまずいですね。天空の剣、あいつどうにかなんねえかな。マミーってちょっとなんか違うじゃん、さっきこれミイラ男のグラフィックじゃん。なんかバーサーカーまずいよね。でも一回らせんだよな、ゾンビマスター。まずゾンビマスターだね。とりあえずスクリット、これ全滅するんじゃないの、下手したら。なんかそんな感じに見えてきたよね、スクリット。なんかおかしなことやり始めてる。何やってんのもう。いや、アストロン使って起こそうとしてるけど、そんなことやってる暇がない。まずゾンビマスターからないとザオリク使われるから。いけ、ライアン行け。あ、よかった。さっき、あ、そっか。もう4種類いるからね。これ以上は出てこないはずだね。そうだった。そうだった。MP がないんだった。そういう効果付きか。右2人初めてだね。もうちょっと待って、早い早い。マミーめ、冗談は顔だけにしてくれ、マジで本当に。なんかやってきた。なんだあれ、タフネスすごいね。あ、やべえ、力を吸い取ったって何それ。え、なになに、なんか回避率やばくないかこれ。あー、でも回転、回、あ、じゃ移動する床に乗ってんだった。やばい。あー、早く止まれ。あー、よかった。やばいよ。さて、ここまででちょっと脱力が半端じゃないんですけど、もうまともな戦闘なんないからレベル上げて、もうトヘロ使いながらどうにかしていくしかない。もうレベル上げ作業というものから解放されていいかな。レベル99まで上げたらミスターハンとかも倒せんでしょあれ。まあ低いレベルで倒したいけどな。いいや、もう多分これ出てる頃ね、自分多分忙しくなってる頃だから、間に合わなかったら嫌なのよ。今の時間軸でどうにかしなくちゃいけないっていうね、ちょっと試練があるんですよ。まあ大体ね、そういう時に限ってね、こういうね、時間かかるゲームに出くわすっていうのが私なんで、まあいつクリアできるかわかんないけど、まあ配信頻度はちょっと下がるかもね。だってこれをさ、1日2本とか3本とか、まだですかとか言われたら、ちょっとノイローゼになるでしょ。無理だから、はっきり言って。まだですか？いつやるんですか？ドラケー6やらないの？とか、全然関係ない。間に合わないから違う動画出してんのに、昔撮った動画出して、こっち、出来上がるまでこっち見て待っててって感じで出してんのに、
え、6は、え、いつ、まだみたいなことやるとさ、え、なんで、やる時間与えてくれないのかってなるじゃん。ね。だからね、そういうこともあるからさ。まあ、言うのは自由だけど、ね。できるかどうかは別だから。ほーら、来た。なんか今食らうんじゃねえかなと思った。まあちょっとあそこまでカットするね、さすがに。はい、ここまで来ました。2回ほど出たのは、あれから2回ほど出たのは言うまでもない。カットしたけど。まあ、おかげさまでレベル1か2上がったけどね。ね。まあちょっといい感じだからね。これ多分一番右、金の指輪か。なんかあるけど、これ何が出てくる？敵早いよな。バーサーカーやばいよね、これね。犬の指輪いっぱい持ってるからね。金の指輪とかじゃないの？あ、そうか、金の指輪はこれ兵士持ってるのか。ここの、まあ敵ですよ。これなんか隠しとかないかな。また出てきたね、変なの、本当に。いやー、嫌だ。聞くわけもないもんね、ザラキはね。ちょっとカット、これ長いから。スーパーめんどくせえ。ないか。あ、ないね。このさ、ここに近いダンジョンあったじゃん。あ、今回復しようと思ってボタンを押した瞬間できてきてる。マジで。めんどくせえ。一回出ようかな。これでもう一回出てきたらもう、精神的に削られる。でもう着くんだよね。ホロゴーストはないようにお願いします。いや、これはこれで嫌だな。吸い取りが意味わかんねえ。でももうちょっとだからね、一番上まで、奥まで行って、どうなのかだよね。でもレベル低いよな。次回までにちょっともうちょっと上げとくね。さすがに。主人公の MP あるかないかって全然違うね、このゲームは。なんか恨みでもあんのかなあ。
ブリッドじゃない、このパーティーでいいのかな。でマーニャとかでもイオナズンとか使っても全然間に合わないもんな。めちゃめちゃあの人寝てるしね。またね、ライアンじゃない方がいいのかな。この戦闘をね、さっきカットしたんだから、ね、2分ぐらいかかるよね、戦闘だけで。冗談じゃない本当に。いや、もうちょっとだからお付き合いください。さすがにクリアできないな。次回ちょっとレベル上げて、万全な状態で、奥まで行けるようになれば、クリア上げるかな。なんかいるよな。さて、どうしよっかな。出ようか、行くべきか、出るか、行くべきか。甘いだろうか。トラ。くじけの心。え、ボスいない。これなんだ。守備力上がるよね。くじけた心とかじゃないの。くじけの心。え、ロザリー連れて行かれたってここじゃないの。あれ、クリアしちゃったよ。一回戻ろうと思ったけどボスいなかったなと思って。これ取ったらなんかあんのか。え、なんだ、せっかく祈りの指輪いっぱい使ったのいっぱい持ってからいいけどさ。え、なんなのこれ。あとになんか必要かもね、これね。でもクリアできたわ。村長のところか、じゃあ。あの強いとこはちょっと、めんどくせえ。あ、やだな。待て、他の、じゃあ倒せ、他の倒せるやつを探した方がいいってことか。とりあえず塔攻略したね。封印が解けていけるようになったけど、あれクリアしたらなんかあんのか。なんか、エビルプリースト倒すか。レベル上げるか、次回まで。どこで上げるかな、やっぱ。あ、メタルキングいっぱいいるとこだよな。ちょっとレベル上げるね。次回までちょっと上げときます。もうちょっとね、このレベルだと、きつい。ある程度、まあ、戦いになるぐらいの状況じゃないと、なんかね、大変だもんね。はい。ということで、今回、これ終わりたいと思います。まあ、イブルンと攻略しましたね。これ、ロザリーいるかなと思ったんですけど、なんか連れて行かれたって言ったよね。どこにいるの、じゃあ。どこだろうね。どっかにいるのかな。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげると、すごく嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。